アクションレベルを設定しました。それではメタルギアソリッド2サンズオブリバティをお楽しみください。2年前のハドソン川、俺たちは新型メタルギアが極秘裏に輸送されるという情報をつかんだ。今思えば疑うべきだった。奴が来たようだ。予定通りだな。待ってろよ。スネーク、聞こえるか、オタコン。あ、僕だよ、スネーク。聞こえる。待たせたな。スニークポイントに到着。うまくいったかい？着地の衝撃でステルス迷彩が壊れた。ずいぶんこき使ってきたからね。悪いけど我慢してくれ。軍じゃないんだ。いつまでもこんなものに頼るつもりはない。だけど民間のいいところもあるだろ。プライバシーは守られてるし。変な薬も盛られずに済むしな。ナオミのこと？うるさい見張り役がいないのも気が楽だ。メイリンか。
また彼女に頼んでおくよ。ナティックの新兵器。陸軍兵士システムセンターからの横流しか。彼女に伝えといてくれ。いずれはバレる。早いうちに手を引くようにな。それもそうだね。じゃあスネーク、本題に入るよ。シャドウモセス事件の後、メタルギアの技術情報がブラックマーケットで密売されたよね。オセロットの仕業だ。ああ、それで全世界にメタルギアの亜種が拡散した。今や核武装国にとってメタルギアは特別な兵器ではない。今回の新型はそれらに対抗するために設計されたものらしい。水陸両用の対メタルギア兵器。それで新型は海兵隊の所属ってわけか。目的はその船に積まれている新型メタルギアを発見して、その証拠映像をカメラに収めることだ。でもまずは戦況最上階にある操舵室に向かってほしいんだ。その偽装タンカーがどこに向かっているのかを調べてもらいたい。情報収集か。新型メタルギアには分からないところが多いんだ。詳しい性能、運用方法、どこまで完成しているのか、練習場所が分かればそのうちのいくらかも推測できると思う。分かった、先に操舵室へ向かう。あとできるだけ戦闘は下げてくれよ。目的はあくまで新型メタルギア開発の証拠を集めて公開することだ。誰にも見つからずに脱出できればそれが一番だからね。分かってる。俺たちはテロリストじゃない。そうだよ。反メタルギア財団フィランソロピー、国連にも NGO として登録もされてる。まあ NGO の中では過激な存在には違いない。それじゃ装備の説明をするね。武器はベレッタ M92F のバレルを改造した簡易麻酔銃 M9。 スライドロックされているから一発ごとのリロードが必要だ。ちょっと不便だけど。現地調達よりはマシだ。サプレッサーもついてるしな。麻酔は数秒で効くし、薬は数時間は持つ。アフリカゾウでもぶっ倒れるくらいだ。レーザーポインターもついてる。麻酔弾はどこに当たるかで効き目が違う。手足や頭部、胸部では最大数十秒は違うよ。装備の方は。スネーク、なんだよ。タバコ。相変わらずだな。お守りみたいなもんだ。しょうがないやつだな。これがデジタルカメラ。使い方はこれまでとほとんど同じだ。武器は持っていないようだ。いいかいスネーク、相手は正規の海兵隊員だ。テロリストじゃない。見つからないようにね。隠密行動だよ。ああ、いざとなれば麻酔銃でちょっと眠ってもらう。ところでオタコ、お前の情報は確かなんだろうな。間違いない。ペンタゴンの極秘ファイルにハッキングしたんだ。痕跡は残さなかっただろうな。信じてくれよ、そんなヘマはしてない。これが罠である可能性もある。俺たちは賞金食いだからな。考えすぎだよ。だといいが、ここからだとごく普通の乗組員にしか見えないな。まさか甲板にいる連中に軍服を着せるわけにはいかないだろう。ハドソン川やマンハッタン湾は船の往来が頻繁にある。リバーサイドからも丸見えだしね。汽水が妙に深い。公開計画書によるとハドソン川上流で重油を下ろしているはず。やはりあれがあるということだよ。相手の作戦の通常作戦規定にもあるように船への潜入は後部からと決まっている。もう少し警戒していてもおかしくないんだが。心配性だな。衛星ビジネスも繁盛している。あれがあるとすればおそらく甲板下の戦争。戦争への入り口はわかるかい？居住区への入り口はいくつかあるようだ。ヘリ。18人くらいかな。
シア人。間違いない。ジャーヘッドにあんな挑発はいない。写真を送信する。身元を調べてくれ。分かった。船の制御を抑えられたようだ。カサッカ。カサッカってカモフ設計局の輸送ヘリ。奴らの正体を調べる必要があるな。そんなもの飛ばしてるなんて、どこかの軍隊かな。いや、そうとも言えない。民間型の KA-62 かもしれない。いいかい、スネーク。必要なのはメタルギア開発の証拠写真だ。それさえあればいい。あとは NGO のホームページに掲載して情報を公開する。いいね。手荒な真似はしないでくれよ。分かった、努力する。シャドウモセスの時とは違うんだ。何かあったらすぐ連絡してくれ。周波数は 141.12 だ。データの記録はどうする？僕がするよ。西部用の専用回線は 140.96。 メイリンじゃなくて残念だけど、セーブしたいときはこっちに無線してくれればいい。ああ。ベラザの場所を越えたところで待ってる。それまでに離脱するんだ。また連絡する。